フーラ島の主要な闘病地、ダボーン。ジョン・サンズは、オーミストン出身の、スコットランドのフリーランスのジャーナリスト、画家で、考古学や民族習慣、特に、スコットランド島所部における、生活様式に関心を寄せた。セントキルダで1年近く過ごすなど、あちこちの離島でも生活した。セントキルダで、メールボートを流す男。1898年撮影。 セントキルダは、スコットランドのアウターヘブリディーズ諸島の外縁部に孤立する軍島であり、サンズは、島民たちの球場に、世界の関心を引き寄せる上で重要な役割を果たした。二度目に訪れた1876年から1877年にかけての冬に、サンズは、現地で立ち往生してしまい、座礁したペティドゥブロバッキ号の残骸から回収した救命部位を使い、 それにメッセージをつけたメールボードを作って海に投じた。1878年に出版されたアウト・オブ・ギス・ワールドは、1875年と1876年から1877年の2回の訪問を踏まえて記述されたものである。1877年、サンズは、鉄器時代の地下遺跡、トイ・アンティシスシュを発掘した。この遺跡からは白活踊り。 羊、牛、カサガ貝などの残骸が様々な石器に混じって出土した。建造物は1700年から2500年前のものとされ、セントキルダにおける食生活が数千年にわたってほとんど変化していないことが示唆された。実際、地元の住民たちは石器の名称を言うことができたが、それは彼らが当時もまだ同様の道具を使用していたからであった。サンズは、 セントキルダの人々への支持を公的に表明し、例えば、スコッツマン紙などに、島の地主であるダンベガンのマクラウド氏族が、島の住民を搾取していると批判する記事を書き送った。サンズはまた、島のインフラストラクチャーを整備するため1860年に、移動された、ケルソール基金が、設立から15年以上経っても、島の住民には、全く知られていないことを指摘し、 タバコやウイスキーにかかる税金を納めている者に、郵便配達などの公職が割り当てられていると主張した。サンズがセントキルダに渡った理由の一つは、彼が当地に住んでいた若い女性に恋をしたからだった、という可能性もあるとされている。サンズは、スコットランドゲール語を少し話すことができ、島にいる間に持っていた読み物は、ゲール語で書かれた聖書だけであった。 彼は何やかやでセントキルダで一年近くを過ごしたが何でも明らさまに語る彼の見解は敵も作り出した。例えば1878年にストリートキルダを出版したジョージ・シートンは奇妙な伝統的右翼の修士技法と嫌味を用いてサンズを貶めようとしサンズのことを理論的フィランソロピストと呼び、 自分の主張を神が示唆したかのようにでっち上げていると述べているという。しかし、サンズの努力は、セント・キルダ群島の中で唯一常住者のいる島で、あるヒルタへの定期的な帰船の運航の実現に一定の影響力を発揮した。1890年代の陸地測量部地図に描かれたパパストア島。この他にもサンズは、スコットランドの離島をいろいろ訪れており、 シェトランド諸島のバイラ島、パパストア島、フーラ島を訪れ、インナーヘブリティーズのタイリー島やフェロー諸島にも住んだことがあった。フーラ島に滞在していた時には、当地で広まっていた現物給与制度に強く反対し、その問題点を批判する政治的な風刺漫画をいくつも作った。その一つの中で彼は、フーラ島を若い美しい女性に見立て、 地主制と書かれたオロチが彼女を締め殺そうとしているところを宣教師、地主、現物給与などと書かれた他のヘたちが様子を伺っているという絵を描いた。サンズはフリーランスのジャーナリスト、画家、詩人となりユーモアあふれる記事をパンチしに寄稿した。彼はしばしば国会議員であるかのように描かれた。これはおそらくシートンがサンズのことを セントキルダ選出の国会議員と揶揄したことを誤解したものであろう。ありがとうございます。